第57回ジャバ京都大会決勝戦大阪ガス NTT 西日本ジャバ京都大会は日本野球連盟の近畿地区連盟が主催する社会人野球の大会である社会人野球日本選手権大会の選考対象大会の一つであるシーズン序盤のゴールデンウィークに行われる地区連盟主催大会であり近畿を中心とした16チームが優勝を争う 2007年から社会人野球日本選手権大会の選考対象大会の一つとなり、優勝チームは同大会への出場権を得る。かつてはトーナメント戦で行われていたが、2010年から日本選手権対象大会の試合形式が統一されたことにより、予選リーグ戦と決勝トーナメント戦の併用となった。会場は京都府京都市の西京極球場を使用しており、 2007年からは、滋賀県大津市の三小山球場も使用されている。第14回大会が開催直前に中止となり、翌年は大会が開催されなかった。その後1962年の第15回大会から大阪、日本生命球場を中心に大阪大会として開催され、第50回まで続いたが、第51回から再び京都開催に戻り、大会名も 京都大会となった。なお、別大会として1960年から1999年には、近畿地区連盟主催の京都市長倍大会も、西京国球場を中心に春、または秋に開催されていた。ありがとうございます。